オーランドコロンは、プエルトリコ産不安出身のプロレスラー。おじは、プエルトリコの帝王ことカルロスコロン。親戚には WWE で活躍したカリーと、WWE に所属しているプリモがいる。2005年、ハイブリッドプロレスリングにてトレーニングを開始。同年、イワミッドサウスにて、プロレスラーとして、デビューを果たす。2006年に、おじのカルロスコロンが主催する。 WWC に入団。リングネームをファイアブレイズに変更し、覆面レスラーとなる。WWC プエルトリコヘビー級王座を6度獲得するなど団体のトップレスラーとして活躍した。2009年01にヒールユニットのワールドプレミアムフェデレーションの一員として参戦。大谷慎次郎と世界ヘビー級王座をかけて対戦したが敗退した。 2010年に WWE と契約。FCW にて、本名のオーランドコロン名義でデビュー。以後、ティトニエベス、ドスエクイズなどたびたびの改名を経て、現在は、エピコ、ティトコロンとリングネームを分けて活動。フニコとタッグチームを結成し、ドスエクイズと名乗っていた頃は、ロスアマードス、エピコに改名後は、ロスアビアドアースにチーム名を変更して、 FCW フロリダタッグチーム王座を2度獲得した。王座陥落後は、キトコロンとエピコの両ギミックで活動。2011年9月から大型ユニットジアセンションの一員となり、11月には WWE に昇格。4日に放送されたスマックダウンにて素顔で登場。シンカラと勝負し、ピンチになったところをフニコの介入で反則負けになるも、シンカラを、 フニコとのコンビネーションで叩きのめした。11日のスマックダウンでは、フニコとタッグを組み、ウーソーズから勝利。この時はいとこであるプリモがセコンドについた。17日のスーパースターズでは、プリモとタッグを組んでウーソーズと再戦し、帰り討ちにしてみせた。その後プリモと本格的にタッグチームを組むことになり、ローザメンデスがマネージャーとして帯同。 2012年1月、WWE タック王座を保持していたエアブーンのエヴァン・ボーンが、ウェルネスポリシーに違反したことにより60日間の試合出場停止処分が下されたため、緊急措置として15日にカリフォルニア州オークランドにて行われたハウスショーでタック王座を奪取した。数ヶ月間王座を守っていたが、アール・トゥルース・アンド、 コフィキングストン組に王座を奪取され、再選権もマネージャーのオータム・ウィンターの裏切りによって手放すこととなってしまった。2013年9月、ディエゴと闘牛のような全身タイツを着用したミニ、エストレージャであるエルトリートと共に、闘牛シギミックであるロスマタドールズとして再出発。リングネームもフェルナンドへと改名し、プロモーションを展開。 9月30日の RAW にてデビューし、3メガバイトを相手に解消。その後も主にタッグ戦線で活躍を続けたが2014年7月に短期の負傷欠場。2016年4月、エピコに名前を戻し、プロモーションを開始。現地時間5月8日、ニューメキシコ州リオランチョで行われた WWE ライブイベントにて、エピコとしてシンカラと対戦。 久々のエピコとしての登場だったものの破れる。バックスタバー変形バックブリーカー。相手の背中に両膝を押し当ててから後ろに倒れ込むことによって背中に衝撃を与える技。いとこのカリート、プリモのものと同型。ダブルにバックスタバーバックスタバーの体勢で相手の顎に両膝を押し当てて倒れ込みダメージを与える技。オーランドマジック変形。 ファイヤーマンズキャリーリバーススト、ダイビングクロスボディドロップキック WWE、タックチーム王座、WWEW、プリモ FCWW、フミコ、2回、WWC。ありがとうございます。